はい、おはようございます。現在リンゴルフフューチャーストーナメントポイントランキングナンバーワン和田純選手です。来年アメリカに行くために今日も頑張ってください。はい、埼玉県出身の22歳の和田純です。ベストスコアは63で、今日は来年アメリカに行けるように精一杯頑張って優勝を目指して頑張ります。はい、お願いします。頑張ってください。おはようございます。おはようございます、現在フューチャーストーナメントポイントランキング7位ですが、今日3位以内ぐらいに入れば十分トータル3位の可能性がある松岡花選手です。お願いします。松岡花です。千葉県出身の23歳です。ベストスコアは66で、得意なクラブはアイアンです。今日の抱負はポイントランキングで上位に入るために優勝を目指して頑張りたいと思います。頑張ってください。ありがとうございます。はい、おはようございます。おはようございます。前年度チャンピオン見事 USLPGA 一次予選突破、二次もいい成績を残して、来年はエプソンツアーほとんど確定の谷田結花選手です。本当に竹井さんに創設でお世話になりまして、どういたしました。はい、まあ、今日は今年最後の試合なので、自分にとってはしっかりアンダーで回って優勝を目指して頑張ります。お金持って帰ってください。アメリカツアーに向けて、はい、資金を貯めておいてください。貯めたいです。はい、頑張ってください。ありがとうございます。リンゴルフフューチャーズトーナメント始まります。今年のポイントランキング1位の和田純選手です。フェアウェイド真ん中、ナイスショー。ポイントランキング第2位、今日3位以内に入ればトータル3位になる可能性があります。松岡花選手ティーショットです。ちょっと右に抜けてしまいました。林の中、来年エプソンツアーもあります。谷田結花選手です。引っ掛け気味ですが、左ラフ。タイトリスト2番から1番で、暫定球となります。フェアウェイ左、手を離しましたがフェアウェイです。松岡選手ボール見つかりました。溝の中に落ちていました。ナイス。松岡選手残り135ヤード。ピンの左にオンです。和田純選手残り133、これもちょっとピンの左ちょっとショートしてしまいました。谷田選手相変わらず飛んでおります。残り110ヤード。お、すじってます。距離はナイスショー。さあ和田純選手15ヤードの上りフックラインのアプローチ、パーでしのげるか。ちょっとショートしてしまいました。松岡選手10ヤードの上りのスライスライン、パーセーブなるか。かなりオーバーしてしまいました。スライスライン読み切れませんでした。和田純選手約3メートルのフックラインのパーパット読み切ってパーセーブなるか。打ち切れてない。
ボギースタートとなってしまいました。松岡選手、ここはなんとか沈めたいところです。ボギーで収めたい。ナイス、ボギーで抑えました。さあ谷田選手、幸先よくバーディーで始めることができるか。かなり曲がります。お、ナイスバーディー、読み切りました。カップ1個以上あったでしょうか。2番ホール、パー4、打ち下ろしです。2打目は池越えになります。最最強く1番ホールバーディーでした。谷田選手、セカンドホールティーショットです。綺麗にドローがかかり、フェアウェイ左にナイスショットです。ナイスショット。ちょっと右に出てしまいました。木の右の木のさらに右あたりに落下しました。さあ松岡選手、第2打目、約170ヤード池越えのショットになります。ナイスオン。同じく140ヤード。ピンの右に向かっていますが、ナイスショット、ナイスショット、近いな。バーディーチャンスです。松岡選手、バンカーは越えていました。約15ヤード。超フックラインです。上りのフックライン。読みすぎてしまったか。でもナイスパットでした。ナイスタッチ。さあ和田選手、一番いいところにつけております。距離的には谷田選手のボールの方が近いですが、かなり難しいラインになってますので、和田選手、上りのライン取り戻すことができるか。ライン分かっていると思います。惜しい、スライスしてましたが、そのスライスが読めませんでした。ナイスパ。連続バーディースタートなるか。読み切れるか。おお、ナイスバーディー。バーディーバーディースタートです。ナイスパ。スタートの谷田選手、約135ヤード、ちょい上り、バンカー越えのパー3です。ちょっと右に出てしまいましたが、バンカーは越えたようです。さあ谷田選手、取り戻したいところです。しております。松岡選手、そんなに難易度は高くないバンカーショットです。ライもいいです。ちょっと大きいか、ちょっ
ースが入ってしまったようです。さあタイヤ接種、ラインは合わせません。フックラインでしょうか。いいタッチでいってます。ちょっと打ち切れませんでした。さあ松岡選手、ラインは谷田選手のラインと同じようなラインです。さあ打ち切れるか。あーちょっと大きい。3人のラインを見た和田選手、取り戻すことができるか。若干スライスラインです。いい転がり、いい転がりだ。おーナイスバーディー、取り戻しました和田選手。さすがポイントランキングナンバーワン。Nice one.